笠間パーキングエリアは、茨城県笠間市にある北関東自動車道のパーキングエリアである。当初は2009年度開設予定だったが、猛火インターチェンジ桜川畜生インターチェンジ間の整備が予定より早く進み、2008年12月20日に開通することになり、東 PA も同区間の開通と同時に開設した。開設当初は上下線共用の喫煙所、トイレ、 自動販売機のみの簡素なものとなっていた。しかし、西側の三部パーキングエリアとの間は4 9トルの距離があり、東側の区間については、北関東道、東ッド道路、東関東道に休憩施設が存在しないため、開設直後から交通量に比べて利用者が多く、土日と祝日の昼間には仮設店舗が設置されることもあった。商業施設とセルフ式。 ガソリンスタンドの建設が行われ、2010年12月21日午前10時に、笠間テーラスが開業した。施設は上下線共用。なお、近接している常磐自動車道の友ベース A も、笠間市内にあるが、同一の自治体の高速道路で、ガソリンスタンドがある休憩施設を複数持つかず、少ない事例となった。以前は、広島県2日市市に、 山陽自動車道、宮島 SA と中国自動車道吉羽サービスエリアにあったが、吉羽サービスエリアの方は廃止された。2018年7月28日に大田剛しトピエが強用されるまでは、北関東道では唯一のガソリンスタンドであり、関越自動車道や上新越自動車道方面へと進む場合は 150km 以上にわたって、 ガソリンスタンドの内区間が続いていた。ガソリンスタンドが設置されている、大田剛しトピエが共用されたことにより、関越道、上信越道方面の給油所の内区間が 90km 程度に短縮された。パーキングエリア内では、付近の本線上で放送されている、ハイウェイラジオが放送されている。 当 PA にスマートインターチェンジを併設する事業が2021年8月6日付で国土交通省より新規事業化された。第一の玉子次の給油施設のある SA、PA。ありがとうございます。